あ、どうした。こんばんは。木曜東西戦です。第2回あ、見れるよ。スイッチで自作自演してもいいんだよ。まあ、まだね、大会始まってない、まあ、準備中なんで、もう少しお待ちください。映像音声の方大丈夫ですか？今何人ぐらいの人が見てるか分かんないけど。スイゲームニュートン、ゲームニュートン小文字。今対戦してるのはデレローさんと、リュウさんですね。リュウベガさんとデレローリュウ。わあ、垂直。うまい、昇竜拳。はい。あ、そうだ、いさいさ。あ、音出てる？音声の方大丈夫でしょうか？え？あ、ゲーム音声は聞こえる？俺のスマホでも見てみるか。あ、ボンジュール、ボンジュールってネイティブな発音がわからないけど、ハロー。あ、杉さんのスマホからは聞こえないの？俺のスマホでもちょっと YouTube の方で聞いてみっか。あ、これ、あれか。あれ、待て。これじゃね？あれ、うん。あ。ほら、入るじゃん。なんやねん。スイさん、過去の動画見てた。罪をなすりつける。いや正直ね、俺もね、こういうのね、苦手なんだよね。ツイッチね、ちょっと分かりづらい。あ、そういうこと？
それ仕事から俺自分の声しょっちゅう聞くからな、そんなに嫌やねん。あああ、 Is that Street Fighter 2? Yes。 はい、そうです。 Yes Exactly。確かに昔向こうじゃね、ターボだからね、はい、そうなん、ターボ。ターボはハイパーファイティングだっけ、確か向こうだとハイパーファイティングって名前なの、スト2ターボは。ややこしいっつーのっていうね、ベガがバイソンだったりね、アンログ、ベガ、ベガ女っぽい名前だから。10人ぐらい来たね。うん、あー、あー、まあでもそのまあそん時、まあ一応俺たちは1キャラ目、2キャラ目で、まあ大体2キャラ目がもうメインキャラだったから、それで決めましたね。まあだから、まあでも、なんだったらまあキャミーをまあ先に出してもいいけど、あ、S キャミー、S キャミーと X キャミー。ああ、それはいいっすよ。それはもう2キャラ目はもう X キャミーでいいっす。お、部長。ワイルドカード。ワイル、やばい。よし、ここだ、ここだって感じで。確かにね。それはやべえ。ああ、さあ今順番をね、てか今大山ニュートン今17人見てるってね、出てたよねスマホにね、すごいね。この辺にはで人数出ないね。うん、コメントだ、コメントだけまあ十分。いや、世の中インターナショナルですよ。いや、すごい、本当にねえ。さあ、オッケーっす。はーい、さて、順番も入れ終わったので、まあもう少しで始まるんで皆さんお待ちください。いや、いいでしょ。で2キャラ目は X キャミーで、いっ、 OK OK。 2P 側がね、玉持ちいないっていうね。いや、いや、剣しかいない。そう、リュウさん、リュウベガじゃなかった。まあ、まあでも先リュウじゃない。うん、 Where is Gouki? Where is Gouki? ゴーキー、ゴー、ノー、ノー、ノーってなんだろう。ゴーキー
Goki is dangerous. English, 本当にできないんだよね。いや、もうこれキャラもね、うん、そう、エスキャミ一人目っていうニュアンスで配置したみたいです。次さんマイク持ってよ。とりあえず、ちょっと喋ってみて。はーい。次でーす。聞こえてんのかな？ね、もうちょっとね、口近づけてもいいよ。これぐらい？うん。あー、はいはい。あ、でも声入ってそうやね。入ってる。はいはい。あれがいいよねー。まあね、画面では今バチバチの。あ、セロ様。あの今日の 2P セロ様にかかってます。はい。かもしくは龍さんが龍をどこで出すかです。あのね、うちのチーム 2P 側玉持ちがいないんです。わかんない、なんか普通に取ったら玉持ちが京さんと龍さんの龍しかいなかったなので龍さんが一人目に一発目に龍を出して潰されるのか、もしくはいきなりベガで無双してくれるのか。あー、なるほどね、うん、でそれで最後の残りをセロ様で処理してもらうと。セロテープさん、セロテープさん、リュウさん、セロテープさんというね、うん、で間にアクセントでキャミを入れてみましたアクセント、はい、なるほどね、うん、あ、いやでも意外といけると思うけどね、キャミ。いやだって流れ的に杉本さんでしょ。ポテくんが来てる、ほら、誰だよって言ってる。誰だよって誰に対して言ってるの。杉です。あ、杉さん、そうだよ、マイクあんま持たない。そう、持たない、持たない、うん、いやでも見ず知らずの人に誰だよって、お前口調悪い口悪いな、お前ちょっと今度話し合いましょうおそらくね いや、全然いいっすよ、だってキャラは書いてないですよ。違う。あ、ちなみにうねくんは S バイソンバイソンです。どっち先に出そっかな。いや変わんねえよ。どっち変わんねえよ。おい、残機じゃ勝てねえから。X はいけるけど S だとね、もう10ゼロだから。もう回ってるだけでね。そう、何もできないのよ。そうなんだよね。水さんと俺のキャラの順番一緒だもんね。S バイソン、X バイソンの順番だもん。俺がちょっとサタームレに行ってもうたらそうなっちゃったよ。俺も最初はガイルにしてたんですけど、あの、太平さんが帰ってきてからなんか 2,3 分で戻ってくるって、アメトーク始まっちゃうよってか、録画してなんで録画してない、裏かぶりがある、裏大将、あめ、諦めてください、今日のアメトークはなしで、裏番で。あ、大佐来た。あ、じゃあ始めます。あ、じゃあ始めます。どうしよう、もう大山ニュートン。じゃあこれか、このラウンド取った方が勝ち。はい、いや勝ちって終わりね。終わり、あー終わりそう、終わった、はい、じゃあそこまで東西戦始めまーす。よーし、もう10時になっちゃった。アメトークまでに間に合うのか、セロテープさん。ここで見ていけばいいじゃん。よし、というわけで、皆さん、もう順番もね、決まってるんでね、並んでください。まず 1P 側、杉門さん、2P 側、伊佐治さんの、まあ、1キャラ目。だ、申告したキャラの中で、どっちか先に出してください。2回出れます。あ、まあ、順番前後してもいいっす、もう正直。キャラはどっち先出してもいいです。自信のある方で。まあ、俺らどっちもないんやけどな。じゃあ杉本さん、あ、
申請したキャラ出したね。あ、じゃあ最初のキャラだけ決めてもらいます？一番最初だけ決めます。じゃあまあまあもう決まっ、いやもう2キャラ分とも DJ だから大丈夫はい、じゃあどうぞ。あの大変さん分かってるでしょうけど好きな方でやってもらっていい？イサジさんだった、大変さんちゃったよ。はい、じゃあ東西戦始めまーす。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。さあ、まず、杉本さんの DJ と伊佐治さんの、これ S キャミーね。これ勝てんの？そもそも。あの、そもそもで考えると、S キャミー鬼きついんだけど、でしょ？ただ、その、経験の差で考えると、分かんなくなってくる。だってこれ確か、ゲーメストのダイアグラム1位じゃなかったっけ？DJ、あー危ね、やべやべやべ、なんか今動こうとしてたよね、キャミー。へぇー、あ、相打ち、相打ちになってる。あ、美味しい、美味しいっていうか、まあ最初やもんね。でも熱いって、2回目でもう企画倒れ仕掛けてるしょうがないでしょ、まだ赤ん坊だから。じゃあこれから、これから、これから、これあ、でも食うぐらいはうまかったんかな、今の。これからです。ん？ああ、まあどうだろう、ね、メクに対して、あれメクに対して食うぐらいってできるもんなんやね。あ、そうなんや。ああ、メクに対してはね、うん、出てたらそうなるんや。まあじゃあ食らっても2キャ、2キャ。あ、さあ、まず杉本さんが1本。ああ、それよくやられる。あれもうすっごい嫌やねん。マイク持ってない人と喋んないで。スギさんが、スギさんが独り言を喋ってるだけの配信になっちゃってる。うまい。いや、イサジさん勝てるんだね。いやいや、まあ勝ってもらうと困んねんけど。キャミー的には DJ とエサがどっちがきついんだろうか。だってまあ S キャミーやけど、キャミー的には DJ とエッサが、エッサがでしょ。まあそうやろうな。まあ DJ もきついんですけど、まあ、どっちもきついけど、ぶっちゃけちゃんとやればエッサが。ああ、今のは多分スライディングじゃなくて中足だったら確定だったかなっていう感じ。ああしょうがない。ありがとうございます。え、次は、あ、キョウさん。次はキョウさんですね。キョウさんお願いします。キャラどっちも OK です。まあ、エッサガノはまあきついですよね。なんでエスキャミー選んじゃったのDJ もきついんですけど、まあ、キャミー飛び遅いからな。あ、そうなの。もう見るからに遅いじゃないですか。あ、まあまあね。ケンケンとか DJDJ もある。1キャラ目、キョウさんケンということで、まあ今回同キャラありっていうルールみたいなので、ケンケンで来ております。おっと、これでもケンきついんじゃない。投げて、投げる。あれやりたいのよね、相手の飛び込みに投げるって。まああのスラが多めの人は、まあ、スラ発生が遅いんで投げやすいっていうのがある。あー、なるほど。おっと、めくりが、うまい。お、裏に昇龍が出る。おっと、昇龍。お、さっきの投げはもう食らわないぞもうスライディングやんねえよ。スラーだよねー。これですね、はい。おっと、DJ 側が体力リードして、ここは安全に行きたいところ、しゃがみ中盤。おっと、勝利出して、うまい。こっから、あー、おっと、ちょっと高かったか。じゃあ行ってきます。 DJ やっぱ通常技の判定が強いので、通常技振りがちなんですけれども、まあ剣の置き勝利怖いところありますよね。ですね、転んじゃうとね、怖いよね。そうですね、まああの結構判定強い技を置いてるふりして出させてスライディングで狩るっていうのも手ではあるんですけど、ね、まあ、基本的には遠目から、うん、打ち合って。うーん、そうだね、そうっすね。なんか DJ って攻める人多いんですけど、うん、結構やっぱうまいこと立ち回れれば遠くで打ってる方が全然いいかなっていう感じはします。確かに。続きまして、次 S バイソン。 S バイソンですね。あれ先週 S バイソン使ってなかったですよね。先週は1キャラ制だったんで、あ、今回 SX ってことですね、うん、そうですね。またこれも
これはもうこれは、S はあんま分かんないですけど、なんかチューブの人たちは、なんかバイソン DJ は DJ らしいですよ。おあんまりその詰めてないんで分かんないですけど、確かに DJ 中足とか強いんで、近めで置いとけば、あの出際をこかすことができるんで、あとめくりも可能っていうところで、まあ、結構変わったりしてるみたいですね。ただなんか本当チューブすごい強い DJ の人いるんで、チューブではなんか DJ より、まあ、そうですね、進んでますよね、研究が。東京都内はそんなにね、そうですね、あの関東は意外と DJ 使いがいなくて、今最近だとスギモンさんが強い3立て、続きまして京さん2キャラ目、2キャラ目ですね。やっぱねちょっと対戦経験ちょっとなさが、でいざ戦うと判定強いし、そうですね、ってところはあるでしょうね。関東で強い今 DJ の方って言ったら、まあ、大西さんとかですかね、大西さん、まあ、元々ベガメインなんですけど、あそうなんですね、あのそうですよ、白いベガで今なんか大会とか出るので、まあ、すごい DJ を練習してるっていうところで、さあ DJ 兼2キャラ目ですね。京さん前に使ってたカラーですね、これはですね。 2P がめちゃくちゃ出るんですよ、京さん昇竜もうだからあのそうなんですよね、ワンピー側行くと、いい昇竜、そうなんですよ、ワンピー側に行くと速攻ツーピー側行きますからね、すげえ回ってくるからね、そうなんですよ、これは今日さん 1.25 倍ぐらい強いぞ。で今回はもう最初からツーピー側なので強いですねお出ないだが飛びがね落としづらいですよね。いやーやりづらそう。おこの中足、強い、なんであのー、あーあーいや DJ だけ確か外国人が作ってるんですよキャラを、あだから なぜか中足でこけるっていうあと判定もおかしいっていう変なキャラなんですよね。 S ホンダぐらい他にこけるの、そうですね、他にこけるのは S ホンダのあのレバイで岡間蹴りが弱中強全部あるっていう、あれちょっと全部こけ、そうですね、 S ホンダはちょっと特殊ですね。お東京さんがいい具合に今度は勝つか、ね、お相打ちになるか、お波動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 きっちり詰ませる、ここで止めた、あ俺か俺か、デレローさん1キャラ目、転戦なのやだな、このデレローさん的には、あ男さん、はい、デレローさん的にはこの色はトラウマなのではないでしょうか。ちょっとね、そうですね、あの小物道なるもので、前回のねあれでね、あなるほど、そっか、イキャラ目だからメインの竜じゃなくて、はい、剣っていうところで、まあ剣ですね、はい、でもなんかこの東西戦ね、なんか知んないけど、あのワンピーツ、あてか1回目と2回目のキャラね、はいはい、変えていいみたいなね、かあそう、どっちでもいいよっていう、そうそうそう、でもなんかやっぱメイン剣対サブの剣だとやっぱ難しいところありますが、だって開幕飛ばれちゃった、おっと今度は歩いてきたぞ、おっと昇竜は出る、中段を狙おうとした、おやり返して、ピオリーチっぽかったからリーチじゃなかったの、あ今度はいい勝負か、おっとこれは一文字確定、うお中段狙ってくる、体力があと1ドット、あーっとゼロドットになってしまう、あああの中距離の中段怖いっすね、意外とそうなんですよね、なんか普通にオカマ蹴りっぽく見えるから、オカマつかのあれか、うん、あどっちでもいいっす、どっちでもいいっす、なんか一瞬一文字っぽく見えるから、暴れて食らうのを避けるためにガードしようとすると実は中段みたいなこともあるんで、あるわー、てかカメキャラだ、あS フェイロンですね、あなんか池袋テープさんね、はい、あのエントリーシートに S ヒリューって書いてあるそう、S ヒリューって書いてある、キャラ名を、キャラ名、キャラ名漢字で書いてある、怖怖怖、しかしこれどうなんですかね、これまあ結構どっちも一発はありますね、これ一発はあるね、はい、あこの一発がねなかなか遠いんだ、2P 側出ますね、 2P 側は京さんのもう完全に土俵ですから、テリトリーね、周知の事実出る、なのでまあ、めくりもありなんですけど、まあ、めくりませんね、これは
エスペーロンね、めくれないんだよ。いやこれはきつい。中足が、おっと、これはあんのか。あー、今中大劣化をやろうとした感じですかね。ただ中大劣化は、あー、勝利が出る。中パン大パン劣化が最大なんですけど、うん、あ、はいはい、男さんお願いします。いやちょっと難しいですね。剣の昇竜の降りた後の硬直短いので。あ、そうですね。中大劣化の中の後にちょっと歩かないと台が繋がらないので、歩き必須なんだ。大変だ、難しいですね。さあ、男 S バイソン、男 S バイソン、ガエルでもよかったのに、うん、やはり杉さんの熱に当てられて。そうですね、両方バイソンにした感じですかね、うん、おっと、さあうまくヘッドで避けて、いや置いてあった、置いてある。おっと、勝利出ない。結構前に置いてあってもだいぶ判定残ってますね、うん、残ってるね。いって相打ち、こっから。ただこれ、うわ、全然あるからね。あるけどやっぱゲージ欲しいっすね。そうですね、まあそう、クレイジーがあったらって思っちゃうと、ね、そうですね。うわ、歩いてくる。おー、大足、怖え怖え怖え。あ、かっこいいっすね。今の大足、いい大足でしたね。だいぶ歩きました。さあ、ゴリゴリ押す。おっと、今度は画面端に押している。このストレートよ。あっと、短パンのところに置きが当たる。ちょっと怖いっすね、あの状況。怖いっす。おー、ナイス勝利。あ、今のはもう見えてましたね。おー、よー、あ、ピヨンナイ。あーっと、置いてある。勝利しっかり見てる。あ、てか、また俺だ。デレローさんですね。誰だよ、2P しか昇竜出ないって言った人。ちょっとやめてよ、そういうの。いや、あの、対空昇、まあ、ど、あれ、出る確率の話であって、まあ、あと見てからじゃなくて、あの、さっきのは全部沖なので。夢、夢昇竜。さあ、ここで出てきたのは、デレローさん。おー、あ、おー、バックジャンプだけ、あー、あれ食らうんだよな。そうですね。さあ、京さんノリノリ。あーっと、これは確定。恐ろしいな。やっぱなんか道義戦はね、なんかね、はい、すごい変、はい、なんかすごい道義戦だけは負けないみたいな、京さんのね、すごいそういう圧を感じる。なんかそうですか。そう、結構 どのキャラも結構アグレッシブに攻めてますよね。お、これは確定。今度は画面当てで竜を押していきたいが、おーっと、ちゃんと投げて逃がさない。あ、やばい、 2P 側に、まあ、立ち台パンとかがいいですかね、あれは。竜巻は、おーっと、投げる。うわ、よく投げたな今の。ここは一回距離を持ったので冷静にいきたいが、おーっと、投げた。逆に投げキャラ、投げキャラはないかな。投げキャラだわ。そうですね、共産ムーブに巻き込まれたら危険ですね。だからやっぱあの、うまいこと落ち着いて対処できるような間合いで体力リードを できるように、まあ、特にリュウナは真空があるので、デレローさんがやり込んできた剣とはまたね違ったタイプのね動きなんでね。おっと、これは OK。 2P 側取ったが追っかけてきた。あーっと、中ゴス。 2P 側取ろうと言ったら 2P 側取られた。そうです、 2P 側取ったたら追っかけてきましたね。追っかけてきた、追いかけっこ。あ、来ましたよ。これデレローさんにとって門番ですからね、これ。次 X バイソンですね。さあ、ここで現れたのはリアル X バイソンこと短波ためすぎ。どういうことですか、リアル X バイソンって。リアル X バイソン初めて聞いたんだけど。もうね、キックボタンからね、はいはい、手が離せられないっていう、そういうリアルに戦っている感じで。意味わかんない。おっと、立ち台パン食らって中足振っとけよって言うんすけど、いやでもそんなに短パン出されへんやんって。そう、あ、短パンはまあ好きですよね。そうなんですよ、だリアルだなっていう。おっと、これはスパコンを出させて、出させましたね。ここはすぐ溜まってしまう。セブン、あーっと、投げ返している。出させた、うまい。やっぱ杉さん、やっぱまあ大山でいつもデレローさんとバチバチやってるだけありますね。
それを踏まえてデレローさんはここをどう立ち回っていくか。出させて、あっと、アッパー波動が出なかったか。だが下がって勝利を入れていた。竜巻出た。これで竜が溜まって、めくり竜巻、これが結構めんどくさい。あーっと今のは、あー、コパン波動がしかもつながっている。さあお互い一本取り返したところでなんか気まずいのが当たる。そうですね、沖勝利はなかなか。バイソンジャンプ攻撃判定強いですからね、下に超強いね。これはごちゃらせていっている。ごちゃごちゃ、おっと飛んでから中ゴス。そうっすね、杉さん X にしてからね目覚めた感じありますね、やっと。まあ、やっぱいいっすね、 S よりは。うん、全然いいと思います。かゆいところに手が届くのが X ですからね。そうですね、 S 使ってから。おーっとセブンが突っ込んできた。あー打ちたがり。しかもゲージを貯める目的のねやつじゃないからね、あのタンパね。もうゲージ溜まってたから。わーっと高めで、あーちょっと欲張った。立ち台パンでしたね今のは。さあここで現れたのはリュウさん。リュウさん、リュウさんは1キャラ目は何なんでしょうかね。1キャラ目リュウとかだったような気がする。おリュウということは、リュウ、リュウかな。リュウさんがリュウを使うのか。これはリュウですね。さあリュウさんのリュウ、リュウさんのリュウですね。リュウさんのリュウです。開幕、はいはい、ファイヤー波動ってあれ、はいはい、こっちが青波動だと食らう。いや、え、関係なくね。関係ない、うん、一緒でしょ。あの、技自体の硬直が違うだけで、あ、そう、相殺するんじゃない。まあ、ただあのなんか今ファイヤー、いや、なんか波動出してたかなっていう。お、2P 側の最後の玉持ちキャラ。2P 側はもう玉持ちキャラ、種切れ。こっから先は、あー、リュウさん堅実に前をキープしている。さあでもリュウさんのリュウもね、はい、結構、いやリュウさんめちゃくちゃ何でもうまいですよね。あ、お、これ開幕、開幕ファイヤー食らうんだ。あれ何ですかね、食らうんだ。 なんかね開幕波動問題どうなるのっていう。結局お互いタイミング一緒だったらやっぱああいう風になる。いやこれは美味しい。おっと投げてシンク、シンク出させて、誘ったな今。これで1ラウンドずつ取って、じゃあね、飛んできたが大勝利で待っている。めくり竜巻、半飛びしっかり遅らせて下段選択したがガードしている。なんかさ、リュウリュウって飛んでる、繋がってる、はい、リュウリュウってすごいなんか見てる方もかなりなんかストレス溜まるよね。そうだね、ムズムズするよね。ムズムズする、すごい。撃つと、あ、飛んでるよみたいな。そう、あ、飛んでる、飛ぶと待ってるしみたいな。このゲーム飛びなのみたいな。あ、シンク合わせる、合わせた。行ってきます。お、さあハクくんですが、まあどっちを出すのかなって言ったらフェイロン。さあ続いて出てくるのはハクくんのフェイロンですね。そうっすね、こうはちょデレローさん、はい、やはり先ほどの杉さんのね、あの熱い試合を見せていただいて、ね、ありがとうございます。やっぱ大会狙うとね、やっぱね手に汗握りますからね。緊張する、緊張しますよね。さてさて、レッカで行って、行っていうの入った昇竜しょ、あーこれはね、うん、投げだね。そう、フェイロン、フェイロンこういう時投げるんだよ、うん、そうっすね、やっぱ劣化怖いんでガード固まっちゃうんですよね、うん、てかそのあの場合だとね、もう上見ちゃうから、うん、歩きがねマジ見えない。うん、さあ端に追い込んで、画面味はきついかな、うん、あ、ナイスファイヤー燃やして、お、まだあるよ。おお、やっぱね、玉ですよ。玉でしたね。フェイロンね、
ちょっとね当たりやすいですね。いや本当にねフェイロンやっぱもう玉持ちに対してどう裁くかっていうのがね、うん、かなりミソになってくるんですけど、こういう風にペースに持っていけば、うん、そうですね、めちゃくちゃダメージ取れる。うわきついが昇竜暴れた。うん、結構でもフェイロンも待ってますからね昇竜ね。うわーきつい。さあ押し返されて大足真空出てきてガードしちゃった。うわー届かない。しかしこれはやばいね。ゼロドット出ちゃって、あー惜しい。勝ったのは龍さんの龍、龍さんの龍ですねどっちも龍いいですね。そうで杉本さん、さあ2回目の杉本 DJ ですね。おいちょっと飲み物買ってこる。おーい、さあ出てくるのは杉本さんの DJ ですねいやおっしゃったね。いやもう難しいですねやっぱり流線は、ね、うん弾強いからね。うーんまあ最後のあのあれはちょっとないかなと思いました。あの劣化神経もダサかったですね。気持ちは完全にあれはわあ、スラを出させて台足スラ当たらない前でボタッチしましたね。おーっと合わせる、まあ、やっぱ帰りに比べて DJ は硬直が長いので、うん、長いっすね、まあ、真空は入りやすいですね。これ竜有利なんで、うん、そうですね。おーっと飛んでいるが竜巻だった。でも杉本さん歩きます ね、 いいすね。そうですね、うん、めっちゃ歩きますね。いいですね、まあ、ただやっぱジャンジャン打つのもありかなと。うん、DJ のジャンプ台系の処理が難しいので。そうですね、おお。ジャンプ台系がやっぱ、うん、出してなかった時に昇竜がスカっちゃうんで、うん、出す出さないだけでも結構めんどくさい。めんどくさいですね、はい、あいい飛 び、 な飛びの軌道なんだよな。いやこそですね、っかかっこれはジャックを引っ掛ける竜巻、うん、さて波動で飛んでいる。これはいい感じ。ここは追い、うん、そうですね、ここはあの落ち着いて体力を温存しつつ、うん、そうですね、杉本さん楽になったか。進んでいく。ちょっとそうですね、龍川ゲージが欲しい。あ、いい位置、美味しいぞ。ここは体力を大事にしたい。飛んでいるが待たれている。どうなる。おっと、そうですね、引っかかっちゃって。この体力をも、うん、温存したいが、あ引っかかって真空で、あーまあ、あーもしかしたら今ジャンプ中盤をしてたら、うん、ちょっとダイエット効果があるので、あ、はいはいはい、避けれてたかもしれない、知れないですね。なるほど、ちょっとギリギリな感じでしたね今。そして出てくるのは池袋デブさんの S ベガかな、これは。でしょうね、 S ベガですね。さあただ相手はベガを知り尽くしているリュウさんですが、そうですね、ベガメインのリュウさんですね、うん、はい、おー超歩いてホバだった超歩いてからホバしました。歩いてホバ、あー、ピョってしまう。あった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 。これはあー、いや厳しい。いやファイヤー、このファイヤーがきついんですよね、ベガは。竜のきつい理由がやっぱファイヤーですね。こうカニを出して相打ち取ってもこけちゃうっていう、そう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 。いやこれはきつい。そして波動ストリームがいて、おっとこれは、おっ起き上がりオーバー。大胆な、これは投げて、おっとこれ相打ちだが、うお歩いてくる。歩く歩く、足が速いですねやっぱこのキャラ、うん。おっとデビリバー、変なデビリバ。やっぱ S ベガはデビリバの軌道ちょっと慣れてないと難しいですよね。必ず逆ガードになるっていう。あ、そうなんですか、はい、あ、今画面足だったんでちょっと違う可能性がありますね。うん、波動モードきつい。おっとこれは、お、投げる。おーっと勝利が出 る、 る下段からファイヤー。あー、これはこれベガ辛いやつだ。これベガ辛いやつだ。弱達きついですよね。投げと、あとはジャンプに勝てんのかな。ここで、うん、男だいぶ差がつきましたね。男を見せてほしい、ね、男を見せてほしいところ。しゃがみ中パン、うわ、やーっとリバーサ昇竜、おっとピオリッチか、殴り返してゲージが溜まる。いや美味しい、いや今のグラウンド美味しいですね、いいとこさせたね。
おーっと、いた、勢いがある、ボタンを押していた。さあゲージたまに殺したい。あーっとアッパー。そうだよね、やっぱ飛びたくなりますよね、あそこはね。いや、あそこでアッパー、うん、さあっと絶対龍殺すマンですよ男を見に来たっていう方がありがたいですね。いらっしゃいますね。2代目おじさん、これぜ、これなんか見覚えあるね。見覚えあります。おっと、男がここで勝つ。男バイソン、男を見せた。そして出てくるのは伊佐治さんのキャミーでしょうね、これは、ね、いやでもこれ、うん、もし男負けたらキャミーキャミーっていう、ね、不毛ななんだこれみたいなやつになっちゃうんであまりかなり見ないやつです、はい、さあグランド、グランド、ダイヤシって言ってやっとしっかり見ている。てる、おっと、ナイスキャの切り返す、ちょっと高かったか、うん、あ、あれうまいな、ヘッド。そうですね、グラウンドは、うん、避けられてもヘッドが出るから、うん、いやこれ、いや、やっぱダメージ差がやっぱ激しいですね。厳しいよね、はい、ダメージレースでちょっとなキャミきついところがあるから、はい、うん、わ、今のも繋がってるし、沖でやっぱ中盤置いといてもグラウンドまで入れとけば2段になっちゃうっていう感じがやばいですね。ヘッド、おっと今のヘッドいらない、余計だったか、フーリガンからの死ぬか、お出して、おー、あ、これちょっとなお逃れたか、おー、あー、今のヘッドがちょっとあれ余計だったかもしれないですね。おーっと、もつれた、ちょっとだけどヘッドっていい技、ヘッド強え、強い強い、正面から付き合ってほしいの、直投げ、小足大パンガードしてる、されてるか、伊佐治さんはここで押していきたい、わーっと垂直大パン、大剣か、おーヘッド出る、ちょっと高いような気もするが、落ちて大足、大足、あー今めくり狙ったか、ヘッド、ヘッド出る、あ厳しい、うまい、おーっとうまい、うまい、今のは垂直した伊佐治さんもすごかったし、アッパー対空して、してスパコンで確定殺すと、なんか若さ、反応が若いな、そうですね、反応が若いな、さすが20代よね。さあ、セロ様ですよ、ここでザンギバイソン、小物道カード、小物道カード、これ結構、なんか難しそうですね。あ、そうですね、確かに割といいし、なんかあの、ツイッターとかでザンギユリ派、バイソンユリ派みたいな話を結構分かれてたぐらい結構近いんじゃないですかね、確かに、いでいで、あのパーフェクトゲームをすればバイソンなのかなみたいな感じなんですけど、ザンギワンチャンもあるし、ありますね、はい、うん、リードを取っちゃうとなかなか残機が大変そうに見えますが、おお、まずいと、セロ様が、セロ様は一覧の上遊びますからね、あれどうして強いんでしたっけあっとこれはとヘッド出させて揉む、これですね、うん、タチコパン連打が、おっと抜けてくる、間を突き抜けた、いてててわーっと、うげげ、ナイス、ナイス、あー今のは一回今ヘッドを誘った感じですかね、一ラウンド目が強い男いやー、おー、きついか、これは厳しいのか、あー今のダブラリーはスパコン読みですね、多分ですかね、負けてるけど今の、ね、いやー乗ってきてますね、ちょっと男バイソン乗ってますね、はい、さあ龍さん2キャラ目のメインのベガですね、絶対勝つと、さあ気合が入ってます両者、これ結構今お、うん、てか先週大山でなんかみんなやってたっすね、はい、やってましたね、いてて、いやちょっと歩いて、うん、あー見ていた、さすがにちょっと体力あったんで、まあ、冷静に行きましたね、うん、ヘッド吐かせてってところがありましたね、はい、おっと、見てる、ヘッド見える、
パイソンのゲージがもりもり溜まっていくぞ。あっと、なぜか一方的に食らっている。珍しいですね。あーっと刺さってガードしてる。いやー引っかかって厳しい。おっと怪しい。ナイス怪しい。あーっと出際にこれで、あーじゃあ大将ハックお願いします。きついね。惜しかったね。ちくしょう。でもあのヘッドすごく良かったよ。いや、バイソンはもう動いてるだけでかっこいいから。確かに。もうさあ、ここで大将の大将来ましたね。アク君の、いや大将、ね、あ、まあそうですね。ワンピー側は大将。大将ですね。うん。を投げて。しかしね、これキャビーきついよね。これ。いやー、やばいー。あー。さあ 2P 側リーチをかける。そうヘッド出なかったな。かっこよくねえよ。お前なんだお前。バチバチだな。なんか知んないけど、うまい。ナイスケノン投げて、ケミがなく投げて、と厳しい。いってててて。これはハクくん厳しいね。こっからやばい。でもあんま変化かな。食らっちまった。もう首の皮、はい、首の皮一枚一度っとあるけど、いやーこれきついぞ。厳しいな。でもまだ、うん、ワンチャンこじ開ける。諦めてないですよ。あー歩いてきたー。ミドル。いやくっそー。じゃあおめでとうございます。じゃあここからはエキシビジョンマッチ。エキシビジョンですね。じゃあセロテープさんお願いします。セロさんお願いします。セロテープさん、これ終わればアメトーク見れるよ。これもうあとこれだけ。おっと、ここで隠していた。これさ、エキシビジョン読みでしょこれ完全に。マジか。完全にエキシビジョン読みだよね。先にザンギ出したからね。そうだね。確かに確かに。これはおーセロハウス。あ、おっと、ここで杉さんからやばい完全に。おー死んだか。知らない。うわーピオラない。あれピオラないの。さすがセロテープさん、持ってる男。持ってますね。やっぱセロ様持ってるわ。やっぱメインキャラはちげえなって感じ。やばいですね。あーっと土俵際だったが繋がらなかった。どすこい。しかしリュウサの体力がもう、ホンダはもうホンダはゆっくり。あー優勝はセロテープさんでした。ホンダでした。ホンダでした。ホンダでしたね。いやーいいですね。いやまあでもね、大会的にはもう 2P 側の優勝ということでおめでとうございました。いやいいですね。あんなに検討したリュウさんをサクッとホンダでやってしまうというのが、これがキャラさ。セロ様持ってますね。ホンダの方が強いまである。やっぱそう、このゲーム球じゃねえんだよ。スギさんがすごい外野でなんか俺は気づいちまったんだよって言ってますが、気づいちゃったか。このゲーム球じゃないんだな。トモトさんのコメントが超トモトなかなかえぐいパンチラインをかましてるんですけど。あ、お疲れ様でした。まあこの後はまあ適当にまあのじ合いを、ね、のじ合いをちょっとやっていただいて、はい、はい、じゃ配信していくんでね。何でしたっけこれ。え、あ、目標東西戦でいいんですか。そう、もう第2回目標東西戦はこれにて終了という終了ということで、はい、はい、第3回目もあるんですか。まあ来週もまたやろうかな。絶対見てくれよなってやつ、ね、絶対見てくれよな。全国のちびっこちびっこ、これを見てる全国のちびっこたち、多分な、全国の僕くんお嬢ちゃんたち見てるかな。ですね。まあでもまあ正直、1回目、14人か、14、6とかですよね。あ、2回目でも正直もう来ないんじゃないかなってね、うすうす思ってたんですけどね。あ、トモアさん、ありがとうございます。今度は参加します。ありがとうございます。こうやってね、こう、そう、
もうあの、ありがたいですね。ありがたい、本当ありがたい。今回もね、10人ぐらい盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。ピオラないっていうね。リュウさんあんなに刻んでやったらかっこいいコンボ決めたのにピオラない。次回男シス。次回男シス。お楽しみに。未来に向かってレディーゴーです。あんまり俺の負け試合見ないで。みんなあんまり俺の負け試合見ないで。愛されてんね。愛されてんね。俺のかっこいいとこだけ見て。でも今日まあやっぱヘッド良かったし、なんだろうな、もうちょっとね、S バイソンS バイソンがちょっとボロボロだったけど、そうそうそう、まあ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 、ね、うん、そうなの、ね、ほんと杉さんってやるとプレッシャーマジきついんだよ。なんかだから杉さんは強くなってるんですよ。うん、なんだろう、なってるから、なんだろう、バイソン、あ、そのまあガエルにはない感覚なんですけど、バイソン使ってると分かるんですけど、あのやっぱね、圧のかけ方、俺にはこれがあるぞっていう。でも、うん、めちゃくちゃ今日、まあ個人的に面白かったのは、あの杉さんって短パンチゲージ貯めるために打ってるんじゃないんだなっていう。あのゲージ溜まってんのにセブンって言って、あれっつってもったいねもう要はそれもう一回、ほぼ1回分無駄にしてるってことですからね。まあまあまあ、そう、無駄打ち、気持ちよくなりたいぜ、そう、男らし い, らしい、そこがまた魅力。はい、まあそうですね、はい、あ、白兄さん今仕事から帰って、 あ、お疲れ様です、お疲れ様です。まあ、ね、もう参加できる時でいいんだよ、本当に、ね、はい、本当に、まあ、無理せずね、無理せず。いやでも白兄さん、まあ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 、いてててててあれ逆か、いやー、あ、これ今あれか、あれ、ワンピー側がワンピー側がハク君か、うん、ベガキャミーですね。やっぱりしゃがみ中足が結構ミドルに相性悪いからきついのかな。うん、なあ、でもイサジさんのベガね強いんですよ。あ、そうなんだ。あ、でも確かに、そう、イサジさんのベガ強い。2代目 OJS のお墨付きですから。あ、そうなんですね、 OJS さん。OJS 2代目、OJS、2代目 OJS さんのお墨付きなんで、まあこのゲームやってる人みんな OG ですけど、大体 OG になっちゃいます。私あの深谷、本籍深谷なので。でもそれ深谷の対戦会は、深谷対戦出て、だって俺こっち来てもう5年ぐらいなったのかな。里帰りしましょうよ、里帰り、里帰りカード、ちょっと里帰りしたい。白本田さん超喜びますよ。だから結構昔のゲーセンの話とか、あーあ、ね、スカイシアターとかね。ああ、わからない。そう、あれ、冷房なかったんですよ、ゲーセンなんか。マジでこの冷房のないゲーセンって、そうですね、もうこの世の地獄ですよね。なんか修行みたいな感じでやってましたね。うん、そう、分かりやすい地獄だよね。はい、わ、すげえ、サイさんが倒してる、ハク君のキャンバー。うん、やっぱ辛いんですね。お、出た、ジャクの軌道だっけ、あれ、くるくるってやつね。グレーティングス、もうカナダ、おお、おお、いや、なんかツイッチがなんかすごいね、イングリッシュな感じで、YouTube は日本語になっ、ね、のコメントが多いっていうね、すごい声対照的ですよね。あ、まあ、バンログツイッチはすごい外国語だらけだけど、向こうのバンログだとベガになっちゃうのかな。そうですね、そうですね。結構見てるもんなんですね、皆さん。ありがたい、ありがたいですね。そういうニュートン、あ、あ、
なるほど、ニュートンガチ勢がいらっしゃるんですね。 ありがたいですね。いやでもこうやってね、ゲームセンターが盛り上がっていただけると、なんかこう子供の時にゲーセンが用意したものとしては嬉しい感じはしますね。さあ男くんが参加料の聴取に行ってしまって一人で喋ってますけど、誰か助けてください、誰か助けてください。ありがとうございます。さあそんなわけで男さんがのじゃ行ってしまったので、そうですね、スッと行ってしまいましたね。マイクを邪魔します。さあ配信台ではハクくんのキャミーとイサジさんのベガですね。おわっち。さあこの東西線スタイルで2キャラって、X 勢の方って割とサブいるイメージあるんですけど、あどうなんすかね。あです、結構これ難しいのは、例えばまあ、僕がメインでやってるサードとかで比べると恐縮なんですけど、なんかね、意外にサブ持ってない人もいて、こういう時結構困るみたいな人もいたりするんですよ、ね、そうですね。まあ今日なんかも同キャラ、あの同じキャラ使った人もいましたけど、はい、なんか結構 X みたいにキャラさんなかなか、うん、あのしっかりつくゲームだと、はい、やっぱり多分なんか増やす人もいるのかななんて勝手なイメージがあったりしますけど、結構、まあ最近はそうでもないのかな、わかんないですけど、結構メイン1本って人も多いかもしれませんね。私もちょっと今日剣使いましたけど本当に触ってるぐらいで、はいはいはい、基本は竜だし、そうですね、あ、まあ、使える人は何でも使えちゃうんでね、それのイメージあるかもしれないですね。ああなるほどね、はい、あでもそう確かにそうかな、
なかなかなんかもうゲームによって違うのかなっていうの勝手なイメージがあって、なんか、はい、なんか今のね e スポーツとかだと、はい、例えばなんかいろんなキャラ持って、まあもちろんねアップデがあるゲームなんであれですけど、シーズンのためにキャラ変わって、まあそれはもう勝つ姿勢なんでね、別にそれを否定するとかいう話じゃないですけど、こういうまあサードもそうですけど、長い時間稼働してそのアップデがないゲームで、サブ増やすそのシチュエーションみたいなのがあるのかななんてちょっと思ったりしたんですけど、なかなか難しいですね。キャラ対ですとか、まあちょっと辛いな、対戦してて辛いなって思って、じゃあちょっと自分でも扱ってみるかっていうのであるかもしれないですね。はい、だって俺だって一応ガイル触りますけど、別にダルシムに入ろうと思わないですからね。ちょっとな、いやー、ダルシムしか空いてねえのか、ちょっと待つかみたいな。ちょっと、みたいなのありますね。別に人がの話じゃなくてね。そうですね、わかります、はい。ちょっと入りづらいなってありますね。マジか、まだこんなペーペーでサブも増やさなきゃいかんのか。つらい。東大戦に関しては、波数の時はお邪魔する予定です、ありがとうございます。本当ね、2回目もまあまあ人数もいてくれて10人で、はい、要するに1人2ライフならいいバランスだと思いますよ。そうですね、15人で2ライフだと30対30になっちゃうんで、ちょっと長い感じだね。15人じゃねえ、15対15はまあまあまあなかなか、まあ、でもこのゲーム早いですし、東大戦自体がテンポいいんで言うて1時間もやんないですけどね。今日もだって多分賞味30分ちょいぐらいかなですね。それぐらいでサクッと終わりましたからね。まあゆるくやってもらいつつ、こんな感じでみんなその後の試合一生懸命やってますし、はい、いいと思います。あとさっきその言われて気づきましたけど、なんでうちのお客さんを玉持ち少ないんですか。よくわかんないけど、そうっすね、このゲーム玉持ってるって強いキャラってごく一部なイメージなんですけど。確かに、やっていけるのかな。逆に飛べるからいいのかもしれないですね。ああ、そっちの能力を養うスタイル、はい、そうですね。なるほど。あ、でも地域性とか出ますよ、やっぱゲーセンによって。あ、でもさっきの話じゃないですけどね、はい、その東京と中部で全然違う、東京と関東と中部で全然違うとか、全然違いますよね。あるんですね。タイヤまで違うのはちょっとびっくりしますね、地域で。まあそのいわゆる全一と言われるプレイヤーがいる地域で全然変わるんでしょうけど、やっぱ DJ の研究は、まあ、私は中部の方に行ったことないんで分かるんですけど、そういう、まあ、噂は、お話は聞いたことはありますし、はい、ちょっと遠征もねしてみたいんですけど、まあまあなかなか X だと、その僕ちょっと不勉強で申し訳ないんですけど、やっぱり地方で有名なとこだと、やっぱり、なんでしょうね、いわゆる、何、もう遠征行くならここみたいなエリアがちゃんとある感じですか。あ、大阪と中部かな。大阪と中部、あと北海道とかもでしたっけ、片横さん。うん、そうですね。あ、ごめんなさい、大平と申します。大平さんですね。店員です。破天荒さんと大平さんの10先見てみたいな、見てみたいですね。勘弁してくださいよ。このゲームで10先あるにはね、さすがにまだクンフーが足りないですよ、俺まだ。なかなか、ちょっとクーペ割ってからしてください。文字聞きクーペなんで。いやでもね、なかなかあれも、まあ、私負けちゃいましたけど、まあまあ大変でしたね。ああ、そうですね、僕も見ましたよ。もうボコボコでした。X ででも10って短くないですか。本当あっさりですね。どうなんすかね、はい、そのサードでも、例えば うちの大山で録画してる北斗50ガチみたいのがあったりとか、はい、まあサードでも10先ありますけど、ゲームによって異なると思いますけど、このゲームでなんか10は短い気がする。まあこの間のね、獣道も15やでやってましたけど、そうですね、はい、割とワンサイドになっちゃうとすごい速い感じがしますね。まあ、確かにそうか。どうしても、まあまあ、ちょっと最近はちょっとね、ワンサイドになっちゃうことが多いのかな。まあ、こういうゲームって言って、言葉が合ってるか分かりませんけど、その、なんだろう、
ポイントを見つけてその読み合いでそこに対応していくっていうゲーム性がこの10先の中でどのくらいそのプレイヤーにとって難しいことなんだろうっていうのはなんかある気がして。そうですね、うん、うん、そうですよね、うん、このゲームの対応力とかマジ鍛えるの難しそうだもんね。辛いっすね。サードだとほらーっつって前入れて、はい、じゃんけんって時があったりしますけど確かに考えるとすごいよなやっぱな。まあ長けりゃいってもんじゃねえ。確かにそうだよな、そりゃそうだよな。はい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 、あーそうか、ちょっとの差でもう 15-0 か。厳しいゲームだなちょっと防御的な動きがシステム的にあんまりないから、まあ押し切っちゃった方が楽っていうのはあるかもしれませんね、まあそうですね、システムがシンプルな分、はい、ね、一つの尖ったポイントで押して押して押し切れるっていうところはやっぱあるんでしょうね、はい、もう返せないから一生それで飯食っていくっていうのは全然ね、はい、空達な、もうずっとトラウマですねずっとトラウマです。まあさすがに X勢でいないでしょうけど要は、はい、あのジョニーの起き上がりのあの前蹴り、あれしゃがんでるやつは一生打てみたいな。そうですねもうあ知らないんだって一生蹴られますよ最初ね誰も教えてくれなかったんですよ。ハゲさんが一生やってきたんですよ悪い店員ですよ本当にハメですかガードしてガードできねえよこれっつってハメられてましたね最初。ハメに厳しいくせに自分ではめるんだよなあの人な。シュリーが持ってることもちょっと問題ですよね。そうそうキャピーが持ってた方がいいような気がしますちょっとシュリー持ちすぎでしょさあさあそんなこんなで昇竜が、あ、中昇竜おっと引っかかった。協賛元気があるな。かかとあーぴょって、おおおしゃれ、これはおしゃれ。あ、Sキャミーでしたね伊勢さん、はい、今回のリーダーが 1P 男 2P 杉で、キャラを聞いてチーム組んでる感じでした。そうですね、はい、俺未だに2連敗なんだよ。ちょっと3回目は勝ちだ。3回目は勝ちだ。頑張ってくださいよ伊佐治さんが、キャラなんだっけ、確か S と X じゃなかったでしたっけ伊佐治さんは。いや、杉門さんが勝って京さんがガツガツ抜いて、ジョーさんは X 剣2体かな。うん、あでも OK でした。あ、でもそうだね、京さんが一番大暴れしましたね今日。いや怖いんだよ、なんかね、ちょっとさ元気がいい剣だからな。おさあ、ここで攻撃力高い同士。わあ、今日は、エスベガと、エスベイロンですね、エスベイロンとエスベガ。あ、そう、エスベイロンとエスベガだ。おっち火力がね、あー、まあー、おーっと下行った。なるほど、踏んじゃって波動を、波動を、波動で押して踏んじゃって、レッパー、レッパーガードしてるでもね、コアコアレッパー難しいっすね。なかなか入力が慣れないですね。練習、まだ1回も実戦でコアコアダブルサマーをしたことがありませんコアコアサマーで精一杯です京さんの一手マジで痛そうなんだよな。あーもうあのコンボにダブルを組み込む気が全くないです。全然できねえからどうやりゃいいんだろうな。確かに、あー、うん、確かに竜巻、キャノンで押し置き、あー昇竜、昇竜裏回ってピヨっちゃう。昇竜拳、昇竜拳減りすぎですよ。なんで弱昇竜でそんなに減るんだ。減るっていうね。
まあ、そんなこんなでゆるーくやっていこうと思いますが、すね、はい、まあじゃあどうしましょうかね。45分ぐらいで区切りましょうかね。そうですね。はい。はい、おっと。うわあ。うまい。おっと投げ。キャノン当たらずに投げ。これピオリって種類あるんですか？ X って。X ってピオリのあのグラフィックの違いでなんか種類ってあるんですか？そうですそうです。4種類ぐらいでしたっけ？天使あ3つか。天使星ドクロ。はいはいはい。でドクロが一番長い。死神あピオリが長い。長いですね。だったかな。このゲームでピオって死なないシチュエーションってあんまないしな。まあまあピオって死ななかったら運がいいかな。なるほど。あお疲れ様です。あありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さあそんなこんなでまだ2週目の東大戦ですが、皆様遊びに来てもらえればと思います。そうですね、ぜひぜひ木曜東大戦に遊びに来ていただいて参加していただけると嬉しいかなってとこですね。よいしょ、おっと闇側に座った伊佐治さんですね。激しい。おっとっとっと釣ったがその後入らず、波動波動あれか、あー、ね、悲しい技だ。おお出っ歯の演出付き。なるほど、出っ歯出るぞアピールですね。お工作して受け身取ってる。おー早い、やっぱ最高速あれですね。ヘリでしたね今。すげえ早かった。回るんだろうな。落ちんのが早い。そうそうそう。さあ、おっと、処理、出る、おー、波動で押し切る、お、さあ、イサジさん、エスキャミーですね。この色結構好きなんだよな。おっとスパイラルが当たって昇竜、おお、ナイスキャノン。まもなくですかね、これともう1試合ぐらいで。そうですね、はい、はい、時間のまもなくの時間ということで。ネロさんマイクありがとうございました。あーとんでもないです、はい、ただあの自分で喋ると自分の声が慣れなくて配信を見ない。あもう慣れです慣れです。慣れです。こんなもん慣れです。はい、おーあーっぱ入る、出る、おっとと昇竜、おー大昇竜だ、頼れる技ですね。さあこれで配信の方はラストになります。 S キャミーキパー、あーすいません X でしたね、帽子が薄かった。 S キャミーっていうと水宮君のイメージしかないんだよな。水宮君のイメージしかないんだよ。ああ水宮さんは使ってなんですね。昔 S キャミーだった。水宮君ね、はい、最初サードだったんですよ。あそうなんですか。そうサードのビギナーズに来てくれてて、ビギナーズ大会の、はい、ね、まだ中2だったから。あの門限あるから帰りますって言われて、あの1時6時の土曜フリップに、はいはいはい、1時過ぎから来て、はい、で話して、はい、マジありがとうって5時過ぎに帰りますって言って、あまた来てね、楽しかったです、門限あるんで帰りますって言われて、
若いっていいな、なんかね、なんとも言えない気持ちになりました言えないですね、いただまれた感じのあ、うん、そうか、ありがとうみたいな本当ね、そうっす。でこの間、はい、久々に去年のかける5で再会したんですよ、僕はあの大会出てて、はい、あのご無沙汰してますって言われて、なんか成長を感じました完全にパパ目線ですそうなっちゃいますよね、はい、うん、本当ね、対戦相手が自分の子供としてもおかしくはないですね、全然おかしくない人いっぱいいますからね、このゲームだったら。そうだよね。さあそんなわけで綺麗に紙フィニッシュで配信終了しましょうか。はい、はい、皆様、ご覧になっていただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週もよろしくです。お会いしましょう。お疲れ様でした。